こちら、葛飾区亀有公園前発出所は、当時、スマップの香取慎吾が、量産名義で発売したシングル。2009年8月5日にビクターエンタテインメントから発売された。2009年8月1日より、TBS 系列で放送された、ドラマ、こちら、葛飾区亀有公園前発出所の主題歌。このドラマの主演の香取慎吾が、 両津漢吉の愛称である両産の名義でリリースされた。作詞、作曲は、かつて、慎吾ママのオアロックも手掛けた元ピチカート5の小生後尾。テレビ初披露は7月31日のテレビ朝日系ミュージックステーションだった。8月1日放送の TBS 系カウントダウン TV で披露した際には、放送局ということもあってかドラマのメイキング映像が、 挿入されていた。振り付けは、オアロックも手掛けた、コウ、リュウ、つずみが担当。歌詞の一部は、ピチカート5、不景気から引用されている。初回生産封入特典として、スペシャルイベントを募券と、量産眉毛ステッカーが封入された。スペシャルイベント、量産祭りは8月22日に、両国国技館で行われ、 応募者から抽選で5000組1万名が招待された。イベントの一部は9月26日のドラマ最終回エンディングとして放映された。カトリによる量産名義の CD は2011年8月3日にミニアルバム、コチカメ2011量産ソングブックもリリースしており、当シングル曲も収録されている。こちら、葛飾区亀有公園前発出所こちら。 葛飾区亀有公園前発出所、別冊。こちら、葛飾区亀有公園前派出所。ありがとうございます。